14丁目、八番街駅は、ニューヨーク市地下鉄の複合駅で、i n d 八番街線と BMT カナーシー線が、駅舎を共有している。マンハッタンの八番街マイナス14丁目交差点付近の地下にあり、以下の運行系統が乗り入れている。エントランスは八番街と14丁目、15丁目、16丁目の各交差点の角にある。 21世紀初めに改修工事が行われ、複合駅全体として ADA 対応になった。14丁目側に車椅子対応エントランスがある。14丁目、八番街駅に展示された芸術作品が2点ある。1点目は1989年に展示されたロスルイス作のパラレルモーションで、これは中国書道のう筆でメザニンを歩く人物を描いたものであった。 1995年にはメザニンから撤去され、現在はバッテリーパークシティにあるパブリックスクール89のロビーに展示されている。2点目はトム・オッターネッサクのライフ・アンダーグラウンドで2001年から展示されている。これは下水道のワニを含む滑稽なブロンズ製の彫像で駅のあちこちに点在している。メザニンには また、ニューヨークシティトランジットオーソリティの訓練施設も設けられている。IND8 番街線14丁目駅は、島式ホーム2面に4線を有する急行停車駅である。1932年9月10日に8番街の真下を通る IND8 番街線の急行停車駅として開業した。当駅は8番街線において8番街下にある最南端の駅で、駅の南で、 線路は東に曲がって、グリニッチアベニューを経由し6番街に向かっている。タイルは白地に、オレンジのかかった黄色のラインとなっており、ラインの上下は茶色である。改札は3カ所あり、北端の改札は無人で、ニューヨークニュージャージー港湾校舎伸びると、16丁目から8番街、交差点北東に出る。中央の改札は15丁目の8番街、交差点北側に出る。 南端に終日営業の改札がある。東に BMT カナーシー線ホームへの連絡通路があり、14条目から8番街、交差点の北東、南東、南西に階段が、同交差点北西にエレベーターが接続している。BMT カナーシー線8番街駅は、島式ホーム1面2線の駅である。BMT カナーシー線の西端駅である。線路は、 駅西側の車止めで終わり、六番街駅側に点鉄機と一線の引き上線がある。八番街駅は、カナーシー線で最後となる1931年5月30日に開業し、7年前に開業した六番街駅に変わる生誕駅となった。開業当初の壁タイルは、IND の駅に似た青系のものだったが、1999年に実施された改築で、 かなわし線内の帯域で見られる壁タイルに置き換わった。現在の当駅のタイルは赤と黄土色を基調としたものである。14丁目駅に関するカテゴリー、8番街駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。